それでは続いてのコーナーです。突撃隣のアーティスト班。スケジュールがないアーティストさんの元へ訪れて話を聞くコーナーですよ。なるほど。今回はどんなゲストが、うん、誰でしょうね。誰ですか。はい、誰でしょうね。テンポよく言ってくんないと。それでは本日のゲストをご紹介します。インフィニットの皆さんです。ゲストインフィニットは韓国出身の7人組ボーカル&ダンスグループ。2010年にデビューするとシンクロ率 99.9% という一糸乱れぬダンスが話題を呼び、今では韓国、日本、そしてアジア各国でも人気を集めています。インフィニットさんは5月24日にニューアルバムエアーをリリースされました。でも日本語バージョンとして今回多数収録されてますよね。日本語で難しかった歌詞とかありますか？僕たちは徐々に落ちて徐々に波長が最初にちょっと難しい、はい、徐々にもう一回徐々にもう一回徐々に大変だ。もう何度も何度も繰り返して、でもちょっと歌声聞いたんですけど、やっぱり素敵ですね、歌声が。あ、ありがとうございます。止まれないんだ、見せてよ秘密の光、今だけはここにいて欲しいよ、広く深いもうじゃ消えることはない、ただ揺らめく You are in the air、 心の僕たちの新しいアルバムがリリースされました。日本ファンの皆さん頑張りますので、インフィニットの応援よろしくお願いします。以上、インフィニットでした。都心から